なんかとんでもないニュースが飛び込んできたよ。もう知ってる方もいるかもしれないけど、なんと韓国が永遠の食材という造形物を8月に公開するみたいだよ。この永遠の食材とは何かというと、少女像の前にひざまずいて食材する安倍首相の造形物なんだって。これ、やばくない？常軌を逸してない？普通、一国の首相の像を勝手に作る。しかも、少女像に土下座をしてる首相だよ。どう考えても、やってることがおかしいでしょ。ちょっと報道を読み上げてみるね。少女像の前でひざまずいて食材する、安倍の造形物が来たる8月に公開される。韓国自生植物園は25日、観音堂弟子山のふもとに造成された永遠の食材という名前の造形物を、来たる8月10日に除幕式を開き、一般人に公開すると明らかにした。造形物を私費で造成した韓国自生植物園のキムチャンギョル院長は、国内外にある少女像を非難して長老したり、既存する実態を見ながら、単純に立場を表現するだけではなく、食材の対象を確実に形にする必要があり、少女像の対象を安倍に象徴して造成した、と話した。なんか韓国のやることがあまりにも常軌を逸しすぎてて、言葉にならないよね。放射能五輪ポスターもそうだけど、普通やっていいことと悪いことの線引きがあるでしょ。でも韓国は、その線引きを毎回確実に超えてくるんだよね。大体この謝罪像だって、わざわざモチーフを安倍首相にする必要ある。なんで特定の人物、しかも安倍首相なの？そんなに安倍が悪いなの？なんか韓国の愚行を見てると、あまりにも非道というか、粘着質だし、性根が腐っているとしか思えないよ。てかこんな像、前代未聞だし、お披露目した時点で、韓国という国が世界からどんな目で見られるか、想像もできないの。そもそもこんなものを建てたところで、日本は何も動かないから。日本からすれば、この問題はすでに解決済みだし、建てたところで、ただの韓国の自己満で終わると思う。でももしかすると、韓国は、こういうものを作って、上に立った気分に浸る。それが目的なのかな。とにかくこの永遠の食材像、あんまりだと思うよ。公開して大丈夫。